なぎさん、はい、西森先輩、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。 NB48 学園です。はい、では今日もお便りからいきましょう。はい、お願いします。はい、石田市のお住まいのラジオネーム勇猛果敢な子羊さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。石田市、石田市にお住まいの、え、池田市、池田騎士、池田氏にお住まいの、普通の池田です。池田、池に田やな。はい、焦ってな。池田氏、石橋の石を先に呼んじゃってる感じです。石田氏ってどこなんかなと思って。池田氏聞かんかったらそのままやったね。危ない。すいません。池田氏にお住まいの勇猛な果敢な子羊さんからいただきました。ありがとうございます。 NMB のお二人、モンスターエンジンのお二人、はじめまして。はじめまして。いつも楽しく聞いております。はい、皆さんはロケや旅行などで様々な場所へ行ったことがあると思いますが、はい、一番印象深かった場所はどこでしょうか。今度旅行に行こうと友人と計画しているので、その参考にさせていただきたいです。はい、なるほど。どこですかね。印象に残った、僕らもそんな行ってないけどね。僕海外、韓国しか行ったことないからね。あ、そうなんですか。でも韓国2回行ったことあるね。振り分けたかったわ。振り分け。違う国に。確かに。結構でもいろんなとこ行ったよ。そうですね。でもすぐバーって帰ってくるでしょ、仕事終わったら。はい、そうです。起立、礼、着席、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、このクラスの担任、モンスターエンジンの大林です。では早速出席を取ります。渋谷。はい、東京の渋谷といえばハチ公前、本社は大阪の渋谷といえば渚前。これからはずっと渚前で待ち合わせやで、大阪府出身21歳渚こと渋谷渚です。よろしくお願いします。はい、お願いします。続きまして村瀬。1-2-2-2-3-4がなくてもやっぱりサエ、サエピーこと村瀬サエです。よろしくお願いします。どこが印象的ですかというね。石田市で、ほんで石田市何してんねん。すごい池田です。池田市やん、これは。な、どこっすかね。ロケでもなんか私場所は忘れたんですけど、うん、めっちゃ山奥で、うん、なんか滝を逆流するっていうロケして、はいはいはい、はい、なんかその時は本当にもう人生でほんまに恐怖で泣きそうになりました。旅行行く言うてんね。誰が滝を逆登りしに行くねんね。宮古島のダイビングやったら旅行なんてなるけど、ね、はい、滝逆登りしに汚いから。ロケの思い出。ロケの思い出じゃないね。よかったなっていう場所、例えばまあ北海道とか、北海道ね、美味しいもん多いとかね。なんかないの、なぎじゃん、じゃあその、ここ行ってこんな美味しいもん食べたとか。あ、なんかでもタケノコ、の名産のとこで、タケノコ狩りして、めっちゃええやん。タケノコ焼いて、うん、で、タケ切って、はいはいはい、で、もうその自然の竹で流しそうめんして、いいな。で、そうめんしたら、一緒になんか竹、切った竹も混ざってきて、竹も間違えて食べちゃってみたいな。うん、なんやその最後嘘。竹なんて口に入ったらすぐベってなるやろ。そんな硬いおちょこちょエピソード。自分で、自分たちでやったから。渚のおちょこちょエピソード。食べちゃって飲み込んだみたいな言い方やったから。竹も一緒に食べちゃって、てへへや。なんなんそれ。引っかかってる。でもほんまなんです。スクラップする機械ぐらいの歯やったら分かるけど。竹を、そ、その自然の竹を切って、はい、今まさにやから、その竹も食べるわいな、それは、はい、一緒に、いや、カッチカチやな。竹の子でギリギリ食えんねんから。はい、アイドルのおっちょこちょエピソード。はい、場所は、場所はどこなんだ、それ。場所はもうすごい林がいっぱいある。うわ、忘れたい、これ。何も覚えてないやん。絶対覚えてへんわ。覚えてへんやん。滝も覚えてないし。山奥、はい、山奥なんかいっぱいあるやんか。そう、西か東かだけでも分からへん。方角は分からんのか。分からへん。分かんないです。そんな、せっかく行こう思っても行かれへん、それ。ね、あ、ええなってこの人が思ってたら。うん。行かれへんやんか、その日に。でも、難波から行って、うん、高速道路乗って。はいはいはい。何時間ぐらいでした。その半径、それコンパスで日本地図。
大阪出して半径何メートル大体どこら辺か2時間以内でした。2時間以内まあまあ距離あるな。どの方角に行くかで大失敗するからな、それ大失敗するよ、それ待ってこれタケノコ狩りで探したら出てきますよね。確かにタケノコ狩りでタケノコのその なんていうの、その掘り起こしたばっかりのやつなんか食べたことないから、うん、それの話が聞きたいんですよ、はい、ほんまはねそれどんな感じで美味しかったんかなとか、うん、でも本当にホイルで焼いたんですけど、うん、めっちゃ美味しかった。ホイルっていう焚き火に入れたアルミホイル。アルミホイルのことホイルっていう。ホイル焼き。アルミが大事。ホイル焼きして美味しかったです。ホイル焼きって言うと大変だけど、ホイルで。あんま言わんよ。おじさんやんか余計食いついてまうわ、タケノコとか。塩とかだけでいい。そうそうそう、かつお節だけとかちょっとかけてとか。ポン酢だけとかね。まあまあね、参考にしていただければいいんじゃないかと思います。では、授業始める前にお便り募集のお知らせです。はい、この番組ではあなたからのお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業やってほしいといったご意見、また私たち NMB48、そしてモンスターエンジンさんへの質問疑問、何でも OK です。宛先は E メールは nmb@abc1008.com、おはがきは郵便番号 530-8010、NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。それでは行きましょう。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日も授業スタートです。